まあまあ、大丈夫。分かってますね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。どうぞ。はい、それでは時間になりましたので、ナロークラス、サンデーレースのナロークラスからスタートしていきます。はい、まず一人ずつリコ選手からいきます。あれ読めてな、あれ、はい、それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはリコナロー。791が残ってます。はい、まずはポンダーの確認からいきます。はい、お父さんこれですね。ありがとうございます。はい、ポンダー確認 OK です。リコ選手、準備ができたら教えてください。ラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番はリコナロー。はい、それではスタートします。リコ選手、1分間のチャレンジ、レースを開始します。リコナロースタート。さあ、計測ラインを通ってから1分間、ベスト2ラップの合計で予選の組み合わせを決めます。予備予選、まず1周目帰ってきます。10秒1周目帰ってきた。さあ2周目10秒81、合計タイムが20秒95。もしかしたら、あ、2レース目は必ず来るけど、2レース目は来る可能性あるから入れといた。10秒15。さあタイムアップです。合計タイムが20秒29。10秒02まで上げてきた。合計タイムが20秒16。もう一周できます。さあ9秒前に出てきました。9秒834。さあうまくいけばもう一周できるが、レース終了です。ここでゴールです。マシンを回収してください。19秒85、合計タイムです。さあこの調子で一人ずつやっていきます。次、山田兄選手、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。山田兄、コースオープンします。出走ドライバーはワイナロー。これ出せればトップに立ちます。さあ先ほどのリコ選手破るには9秒92、これが2回必要です。2人目のチャレンジャー山田選手、構成しています。ホンダが来てないな。はい、 OK です。プラクティス終了です。それでは準備ができたらスタートします。はい、それではいきます。レースを開始します。計測ラインを通ってから1分間、ファイナルをスタート。大丈夫か。早いですね。さあ1周目ちょっとミスがありました。1周目11秒5、ごめんごめん、さあ2周目まとめてきたか。8秒95です。ただ、合計タイムはまだ2番手。さあ9秒19、これで、トップに立ちました。合計タイムが18秒15。ここまで8秒9、9秒1とつないできています。9秒9。9秒45。もう一周できると思う。ここまで8秒95、9秒19と来ている。さあこれがファイナルラップ。
レース終了です。マシンを回収してください。合計タイムが18秒11、トップに立ちました。さあ次、大橋選手。大橋選手は今日練習走行なしで。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは大橋。さあトップに立つには9秒05。これが2回必要です。はい、これね、ちょっと待ってね。ボンダー、これが大橋さん。はい、ボンダー OK です。準備ができたら教えてください。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。OK。はい、それではスタートします。レースを開始します。走行なしのぶっつけ本番。大橋スタート。最初に13秒53。さあ2周目タイムアップしてきます。10秒54、合計タイムでは総合3番手。さあ3周目10秒27、さあ徐々にタイム上げてきます。3番手。10秒93、もう1周できると思う。ここまで10秒2、10秒5とつないで現在走行3番手、大橋選手。ここで入れてきました、9秒93。これがファイナルラップ、まだ3番手。最後、帰ってきました。終了です。マシンも回収してください。3番手です。さあ、4人目、中沼選手。さあ、だんだん過去ベスト、速い選手が出てきます。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは中沼奈良を8秒09。はい、ポンド OK。 プラクティス終了です。準備ができたらいきます。 OK。 はい、レースを開始します。治った。中沼奈良スタート。しょうがないから、うん、様子見てね、うん。8秒41から入ってきました。8秒30、トップです。トップに立ちました。8秒3を並べてきた。トップタイム更新、16秒68、合計タイムです。100分の1秒、自己ベスト更新しました、中沼選手。ただ、この人、転倒があったか。今の周が11秒台。8秒31、これがファイナルラップになりそうです。ここまで8秒08、30ときて。レース終了です。マシンを回収してください。自己ベストも更新しています。8秒088。さあ5人目、佐藤くん。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはあの佐藤だろう。3過去ベストを持ってます。さあトップに立つには8秒10、これが2回必要。過去ベスト持ってすれば出せそうなところです。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。あの佐藤ナロースタート。さあマシントラブルを抱えているという情報も入ってます、佐藤選手。8秒33、なかなかのタイムで入ってきます。8秒220、2番手です。2番手。前に先ほどの中沼選手。ここから8秒1が必要です。さあ、1秒
8秒093。さあすぐ前に中沼です。もう一回出れば7秒970、自己ベスト更新、初めて7秒台入れてきました佐藤選手。マシントラブルというあの話は何だったんだ。さあここまで8秒0、7秒9とつけてトップです。さあうまくいけばもう一周できます。今の周は8秒46。さあもう一周あるか、入りました、ファイナルラップ。うわ攻めましたが、はい、これで終了です。マシンを回収してください。7秒970、トップに立ちました。さあ今ちょうど半分かな。ここから諸橋選手、徐々に過去早かった選手になります。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはモロです。ホンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。モロスタート、トップに立つには8秒03、これが2回必要。8秒30、つまり諸橋選手は自己ベスト更新しないとトップに届かない。8秒16、中沼の後ろ3番手。さあ3周目8秒38、3番手変わらず。あー取ってない、まあ、今の週取ってないですね。転がりが入っちゃうと取らない。さあもう一周はできます、もう一周はできます。ここまで8秒18秒3とつないで現在総合3番手。8秒8、これがファイナル。マシンを回収してください。さあ残るが4人となっている榎本くんです。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは榎本、7秒90。プラクティス終了です。 OK、 それではスタートします。レースを開始します。榎本スタート、トップに立つには8秒03、これが2回必要です。現在トップ佐藤選手、8秒31。8秒18、諸橋の後ろ4番手。さあ3周目帰ってきます。7秒804、一気にトップに立ちました。7秒804、自己ベストですね。8秒129、トップタイム更新。さあ8秒017、詰めてきます。合計タイムが15秒821となっている。7秒914。さあ7秒台2回出してきました。もう1周できます。8秒21、これがファイナルラップ。すでに自己ベストを更新して総合トップに立ってます。マシンを回収してください。榎本選手7秒804、自己ベスト。さあ残る3人です。まず小泉選手、プラクティススタート。小泉選手、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは小泉に。さあトップに立つには7秒859、これが2回必要です。はい、ポンダ OK、 準備ができたらいきます。プラクティス終了です。はい、それではいきます。レースを開始します。小泉にスタート、最終目早い8秒09から入っていった。
さあ20秒8秒26、中沼の後ろ4番手。手を並べてきました。3番手です。前に佐藤選手がいる。8秒1、3番手変わらず。8秒1、変わらず。さあ7秒956、佐藤かわして2番手。前に榎本が見える。ここから先は7秒8の世界。7秒845。さあ、これはファイナルラップ。まだ2番手です。最後、8秒です。マシンを回収してください。榎本が守った形。さあ、伊藤選手は今のところまだ来ないんで、最後、村田選手いきます。村田選手はこのコース。村田選手はこのコースのコースレコードを持っています。7秒736、過去ベストコースレコードになっています。依然としてトップ榎本、7秒85、これが2回必要です。はい、ポンダ OK、 準備ができたらいきます。さあ、自身のコースレコードを破る走りにされるか。7秒736はコースレコードです。はい、それでははい、OK、 はい、それではスタートします。レースを開始します。村田さんスタート。計測ラインを通ってから1分間です。かなり助走をつけてのスタートになっている。ここからです。最初の8秒04。8秒17、中沼の後ろ5番手。7秒930、小泉の後ろ3番手まで来ました。7秒885、3番手は変わらず。すごい、2周走って0秒01の差。2番手争い、3番手変わらず。さあ、ここまで7秒8、7秒9と来てるが、まだ3番手。7秒96、変わらず。もう一周できます。7秒789、ここでトップに立ちました。すげえプレッシャーの中、はい、トップです、村田選手。はい、以上で予備予選終了です。今日7名、4、どうや、2、どうや、途中、9か、3、3、3だ。うん、大丈夫よ、うん、メタルサーボ、あ、ギア、あ、今ないな。ないですよね。入荷予定もなさそうです。ちょっと見てみないと分かんないな。ああ、じゃあ、まあ、別に全然、ね、今じゃなくて。うん、佐藤君、3番手、4番手、中沼、5番手。
はい、じゃあ10分置きましょう。40分スタートします。予選1回目40分、今組み合わせ出します。1組目が山田、理子、大橋からいきます。40分スタート。お菓子、お菓子ね、うんうん、皆さんもおかしい。あ、今走っても大丈夫だよ。うん、あ、今40分までは何もないから。うん。やってみる？レンタカーもあります？やったことある？子供は。中野の方がちゃんとやってくれたの。これが検証が入ってきた。欲しい。あ、ありがとうございます。この子であと運用するかどうか。うろこと、ちょっと全然、変身で。裏で立ってて。
このあと40分から予選1回目スタートします。山田選手、リコ選手、大橋選手3名による予選1回目です。大橋さん、彼はね、タミチャリをこれ、タミチャリの車両を今作ってるんだ。大橋さんもタミヤのね、作ってる。そうそう、今日うちでできるかと思って。うん、そう家近いですか、ここから。あ、本当。そしたらこれほらレンタカーでいつも置いてあるから。車持ってなくてもできる。あ、うんうん、今日もやってみた。あ、違うのかな。これ好きな場所を一番先に取る。あ、いいよ。すでにリコ選手が立ち位置の確保に走っています。さあこの後山田、リコ、大橋選手による予選1回目です。先ほど行った予備予選の成績順で予選の組み分けがされています。はい、それでは時間になりました。コースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。さあ、出走ドライバーはワイナロー、リコナロー、大橋、住職ナロー。18周2秒、リコ選手が17周8秒、そして大橋選手が19周5秒です。
はい、山田 OK。 はい、リコ OK。 はい、全車 OK です。プラクティス終了です。それでは並べます。スタートラインに車を並べ、はい、並べてあげてください。一番前から山田、リコ、大橋の順です。大丈夫？ああ、了解了解、いいよ、時間あるから。前から18周、17周、そして19周の選手、過去ベストが出ていきます。いつもの通りこの音でスタートになります。さあ、予選は3分間で何周できるかの戦いになります。それではスタートします。予選1組目、3分間スタート、レースを開始します。はい、OK です。大橋選手はちょっとミスあったか。順位は変わってないですね。山田、リコの順で計測ライン踏んできます。一瞬一番早かったのは先頭の山田選手です。さあ、リコ選手も離されていません。9秒96出ている。大橋選手3番手、10秒1がベスト。トップ山田がファーストテスト8秒91。リコ選手が2秒8後ろで2番手、3番手大橋選手が5秒の差をつけられている。30秒経過したところ、トップが3番手の後ろに近づいてきている。はい、ありがとうございます。ちょっとタイミング合わなかったか。さあ、リコ選手もいい感じで来てます。自己ベストペースです。リコ選手もトップも山田も自己ベストペース。大時計1分になるところ、まだ残り2分あります。トップはシルバー一色ですね。山田選手、その前、走っているのは3番手の大橋選手。はい、ありがとう。速い車が来たら譲ってあげてくれてます。はい、ありがとう。さあ、これでトップは全車ラップしてきました。1人9周目を走っている。リコ選手が8周目、大橋選手が7周目走行中。おっと、大橋選手が飛び出てしまった。はい、ゆっくりでいいですよ、ゆっくりで。中入れてあげてください、ゆっくりでいいかな。あ、取れちゃった。はい、じゃあ直してあげて。さあ、大橋選手はボディ取れてしまった。さあ、そして順位に変動があった模様。リコ選手がトップに変わっているか。さあ、山田選手、あ、一回読んでない、読んでない。はい、じゃあ修正します。危なかった。はい、OK です。山田トップです。リコ選手は2番手。リコ選手も自己ベストペースです。残り時間、まもなく1分。さあ、大橋選手もコースに戻って、再びコース上3台になっています。山田、ここでファーストテスト、8秒619。早い。これは自己ベストです。さあ、リコ選手も18周が見えてます。現在14周目走行中。自己ベストのペースです。2番手、リコ選手。大橋ベスト、9秒74。さあ、トップ山田は20周予想と表示されている。これ出れば自己ベストです。現在操縦台の前、シルバー一色がトップです。リコベスト9秒56。リコ、これは自己ベストです。残り20秒、大橋9秒46。これは、まあ、自己ベストじゃないですね。大橋は9秒46ヒートベスト。さあ、トップ山田が19周目に入っている。もう1周あります、もう1周あります。大時計残り5秒。さあ、帰ってこれるか。入っていった、20周目。さあ、2番手のリコ選手も帰ってくる。リコナラゴール。はい、リコ選手自己ベスト。18秒。山田最終周9秒49。大橋ゴール。20周5秒で自己ベスト。大橋選手は1回目14周です。レース終了です。さあ、山田、リコ、トップ2台が自己ベストを更新してきました。
さあ続けて、予備予選の4、5、6位の選手が出てきます。よいしょ。フラクティススカウト。フラクティス時間は中沼諸橋の3人コースをオープンします。出走ドライバーはあの佐藤由奈郎、中沼奈郎、諸。さあ佐藤君は過去ベスト22周18秒、中沼が21周1秒、諸橋21周1秒です。前から22周、21周、21周の選手による戦い。はい、全車 OK です。それでは並べます。フラクティス終了です。よっこしょ。佐藤君、中沼、諸橋の順で並べてください。はい、それではスタートします。予選2組目、3分間、レースを開始します。OK です。さあベストもね、近い3人ですから接戦です。さあもう1周目から中沼スワイトが前に出ましたね。一番速かったのはトップを走る中沼選手、8秒42周目。さあ3台が0秒6の中に入っています。一番速かった中沼、8秒23。さあ中沼ファーストスト連発、8秒16、若干2番手の差をつけたようです。30秒経過。さあまだね、1秒の中に3台入っています。まだわからない。40秒になるところ、まだ時間はあります。さあ今度は2番手、茶色の佐藤がファーストですと8秒03、2番手が一番速いタイムを刻みました。さあ中沼もちょっと乗り上げたが大丈夫です。3台の差が縮まってくる。0秒8の中に3台、1分経過するところ。さあ前者が22周ゴール予想と表示されている。佐藤ちょっとミスった。諸橋が仕掛けます。2番手争い、1分10秒経過。さあずっと1秒の中に3台入ってます。さあ今度佐藤、2番手が7秒台入れてくる。7秒965、茶色が1人7秒台刻んでいる。さあ1分20秒から間もなく折り返し、1分30秒を迎えるところ。さあ茶色が来る、トップ争い。さあうわくわすごい。12周目、残り10周です。残り10周。さあさらに3台の差が詰まってくる。0秒6の中に入っている。さあトップね、白い、おお、佐藤仕掛けたがうまくいかなかったですね。諸橋がこれで2番手浮上。諸橋はトップまで0秒5、佐藤0秒5、残り1分。さあ佐藤選手はマシーン、ボディが取れちゃったね。これはもう予選2回目にかけるしかない。残り50秒。さあトップ争いは2台に絞られました。中沼、諸橋0秒26、2人とも自己ベストペースかな。自己ベストペースですね。中沼選手は自身初の22周が見えています。トップ走る白いマシン。残り30秒、19周目になりました。残り3周。さあこの2台が2人とも22周2秒でゴールするという表示。さあトップ中沼ベスト8秒111。さあ20周目から21に入る。トップが入れ替わっている。諸橋選手です。ただ中沼も22周ペースは保ってます。自己ベストペース。さあファイナルラップ2台が入ってきました。その差0秒5。ここで3分。さあ3番手スタートの諸橋がトップゴール。中沼2番手、佐藤は3番手でした。マシンを回収してください。中沼選手は自己ベスト22周3秒です。さあ予備予選が早かった3人による予選1回目の最終ヒットです。フラクティス時間は2分。コースをオープンします。はい、出走ドライバーは村田さん、榎本、小泉に。ここもね、村田選手3分間のコースレコードを持っています。23周2秒、これがコースレコードになっています。トップスタートの村田選手コースレコードを持っています。村田 OK です。小泉選手は23周5秒、そして榎本くんが23周7秒ですね。前から23周2秒5秒7秒の選手が出てきます。
プラクティス終了です。はい、それが並べます。村田、榎本、小泉。村田、榎本、小泉。予選2回目はね、1回目の結果で組み替えがあります。それではスタートします。3分間、レースを開始します。OK です。おっと、榎本は譲りましたね。小泉に前行けと。小泉選手は一つポジションアップ、2番手浮上です。さあ、トップ村田選手がヒートのファーステスト、7秒台1番乗り、7秒98マーク。さあ、今度は2番手小泉、ファーステストを塗り替えました。7秒819、トップまで0秒5。村田ベスト7秒96。ただ差が縮まってきてます。トップ争い、レースは6周目に入っていく。村田ベストで逃げる、7秒89。榎本7秒92、前者7秒台。50秒になったところ、村田7秒85、小泉選手が0秒6後ろ、榎本 1.8 秒差で3番手。さあ、このヒートの3番手榎本は総合順位諸橋と3番手争いしてます。まだペースアップしそうです。現在榎本君はこのヒートは3番手、総合順位で4番手走ってる計算。1分10秒経過、レースは10周目に入ってきました。小泉が差を詰めている、0秒28トップ争い。さあ、ここで誰だ、小泉です。7秒771、今日のレースの最速ラップ。2番手が速い、0秒15トップ争い。ただぶつかってしまうとね、水間は12周目から13周目になります。この2人23周3秒、2人とも3秒5予想。さあ、そして後方3番手榎本もペース上げてきましたね。このままいけば予選1回目3番手で帰ってきます。15周目に入っています。残り8周、16周目に入りました。その差0秒34突破争い。榎本3番手2秒8の差。さあ、小泉選手は自己ベストペースですね。2番手のマシンは自己ベストペース、トップも狙える距離感、0秒24です。残り40秒。さあ、ワンミスで順位変わります。19周目、残り30秒。20周目、さあ、ここで村田、トップがベスト7秒84。さあ、小泉が来る。21周目、残り2周。榎本は現在21周、ちょっと見せたか、差が広がります。0秒40、残り10秒。もう1周あります。トップ2台もう1周ある。残り5秒。さあ、ファイナルラップ2台入ってきました。榎本ゴール。ここで3分、榎本はゴール、3番手です。村田3走、レース終了です。マシンを回収してください。はい、予選1回目終了です。今の結果で組み替えします。組み替えなしだね、なしだね。結局組み替えはありませんでした。また10分置きます。3時5分まで自由に走って大丈夫。はい、どうぞ。
あれにします。あ、やってる。
ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、いただきます。山本さん、大変。え、嘘。出てこない。出た。申し訳ない。お金持ってくれ。本当に出てこない。送りだけ出てきた。送りだけ出てきた。詐欺だ、詐欺。あ、お茶ですか？うん。あ、お茶出ない時あるんですよね。なんかこの後レース嫌な予感が。ちょっと。これ誰なの？あ、もちろんです。息子が。あ、そうだったんですね。始まってた。もう次ダメ？多分こんぐらいところだってダメだ。ダメ？場合によってはすごい速い。12分の1とか走らせる。はい、ありがとうございます。今日俺が得したって。はい、ありがとうございます。はい、それでは時間になりました。予選の2回目スタートしていきます。フラグテススタート。フラグテス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはマイナロー、ニコナロー、大橋、住職ナロー。山田選手 OK。大橋 OK。リコ選手 OK です。さあ今日ね、予選2回やって上位4名は A メイン確定にします。4名は確定にします。現在4番手につけているのは諸橋、22周2秒。ラクティス終了です。並べます。スタートライン。前から山田、リコ、大橋の順。それではスタートします。レースを開始します。トップ2では1回目で自己ベストを更新したマシンです。2番手3番手に接触があったが、山田は1周目一番速かった9秒45。2番手に大橋選手上がってきました。トップまで3秒4、1秒後ろにリコ選手が3番手、山田8秒81。さあ2番手にリコ選手が帰ってきた模様。3番手大橋です。まだ全車同一周回、トップが4周目走行中。さあリコ選手ベスト9秒78。さあ山田選手は今回も20周ペースと表示されています。現在6周目に入っていったところ、リコ選手が2番手、4秒8後ろに大橋選手が3番手となっている。さあこれベストは3番手の大橋選手10秒33、2番手まで5秒1です。1分経過。さあ今度聞いた、あれ3番手の大橋選手、その横トップが抜けてきましたか。いや違いますね、リコ選手は抜けていったんですね。それではリコ選手は3番手をラップしてきました。その裏で山田選手トップが8秒399。これ早い、おそらく自己ベストだと思う。さあそしてトップ山田が1回目のタイムを破るようなペースまで来てます。
トップはシルバー一色です。リコ選手の後ろから、さあ、山田が8秒364、大橋10秒05ベスト。さあ、山田が20周前半タイム、ゴール予想です。現在12周目。はい、村田選手ありがとう。前者ね、違う周回数で走っています。山田が13周目、リコ11、大橋10周目です。残り時間ちょうど1分。なんと山田が20周0秒まで来てる。21周が目の前。さあ、いけるのか。残り50秒、リコさん後ろから来てます。大橋ベスト10秒04。さあ、譲ってもらって。山田が20周0秒予想、21入るのか、現在16から17周目に入っていったところ、さあ残り30秒です。さあその裏で大橋9秒48ベスト、3番手、残り30秒。山田が現在18周目、19周目に入っていった、20周0秒0予想、残り15秒。さあどうなんだ、20周目に入っています。もう1周あるのか、トップ山田残り5秒、大時計ここで3分、大橋ゴール。お、山田乗っけてきました。21周ニコナロゴール、リコ選手は18周、今回も18周5秒でゴール、マイナロゴール、山田選手自己ベスト21周9秒です。レース終了です。マシンを回収してください。山田選手は事前に練習しない方がいいな。いきなりレースした方がいい。ああ、まあ、日によりますね。そうだね。疲れてなかったね、今。はい、それでは予選2組目。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは、この中村奈良、あの佐藤奈良。確定です。諸橋が22周2秒、中沼が3秒、佐藤が21周5秒、予選1回目です。はい、全車ポンダ OK です。よいしょ、プラクティス終了です。はい、並べます。前から諸橋、中沼、佐藤の順。さあ諸橋選手はトップを守ればもう A メイン確定になります。はい、それではスタートします。予選2組目、レースを開始します。です。さあ中沼が序盤から仕掛けます。中沼はもう前に出るしかない。さあ諸橋は1周目8秒47、トップはグリーンのカラーリング、諸橋選手。この後ろから中沼ファーストテスト、うお、3番手佐藤です。8秒05、3番手が今一番速い。さあ佐藤もあの、トップ集団、あっとちょっと見たか、差が4秒4に広がる、佐藤。さあ、諸橋、中沼の突破ですが、0秒24です。さあ、ちょっと離されました、中沼。ただね、1回目の諸橋のタイムは中沼選手も超えます。諸橋に何かあれば、中沼逆転4番手の可能性残してます。残り50、今50秒経過したところ。さあ中沼ファーストテスト7秒953、この3枚で7秒台は2番手1分経過。さあ再びきます、中沼。2人とも1回目の諸橋のタイム超えるペース。さあ佐藤君も7秒台入れてましたね。7秒97が出てます。現在3番手、トップ集団まで3秒6の差。折り返しです。ちょうど折り返し、残り1分半、全車同一周回12周目走行中。さあ中沼再び来ます。この2台が22周1秒予想、1分50秒になるところ。
さあ4番手タイムが22周い、2秒でしたからね、トップ2台はそれを超えてきます。このレース3分後前でゴールした方が A 面確定。残り10、今16周目、残り50秒です。さあ中野が来る、どこで仕掛けるんだ。17周目から18周目に入っていく、残り4周。さあ仕掛けたのか、あ前で諸橋が帰ってきてます、守った。あやってしまった、今読んでないんで次修正します。さあこれで3番手、茶色が白に近づいた展開。中沼選手1回読んでなかったんで修正。中沼2番手、トップまで3秒、1秒後ろに佐藤選手。さあ諸橋選手は自己ベストかかってます。22周0秒から1秒で帰ってくるという予想。これファイナルラップです。諸橋大時計ここで3分、モロゴール。モラシ自己ベスト22周1秒。中沼ナロゴール。中沼22周4秒。佐藤レース終了です。7秒でゴールです。マシンを回収してください。モラシ選手 A 面決めました。さあすでに A 面は決めた3人による今日、このクラス最後の予選です。プラクティススタート。プラクティス時間は。2分、コースをオープンします。出走ドライバーは村田さん、小泉に榎本です。予選のトップ決めます。さあ先ほどは村田選手が23周4秒、小泉5秒、榎本が22周0秒でゴールしています。はい、選手 OK です。プラクティス終了です。それでは並べます。村田、小泉、榎本の順。はい、中沼さんありがとうございます。それではスタートします。予選の最終ヒート、レースを開始します。最終目一番早かったのはトップです。7秒9で帰ってくる、小泉の7秒9で帰ってきました。さあ村田が7秒91、村田がファーストテストで逃げます。7秒89、3秒経過、村田7秒737。これはね、自身の持つレコードまで1000分の1秒というところまで来てます。トップの村田、うわー、小泉コースレコード塗り替えた、7秒650、2番手が一番早い。7秒650はね、ワイドの栗島選手のタイムも超えてる。さあ、あとは前に出れるかです。現在、8周目3台入っています。さあ一発は出た小泉選手ですが、村田選手もねまとめてます。このままいけば自身のコースレコードを破るペース、23周0秒から1秒予想です。11周目に入っている小泉選手が 1.2 秒差で2番手。小泉選手も1回目のタイムは超えるペース、ただ村田選手は非常にハイペース。折り返し、トップ村田がベスト7秒67まで来ました。村田も7秒6出してきましたね。1分50秒になるところ、15周目に入ってきます。残り8周。さあ時計2分になりました。残りちょうど1分。あ、ここで2番手小泉選手に下がったか。さあ榎本君来ます。はい、ありがとう。さあタイムロスなく生かしてくれました村田選手。これで単独トップ18周目走行中、コースレコードペースです。19周目、
残り30秒。20周目に入りました。レコードペースを守ったのは、ホワイトのカラーリング村田選手。20周目から21に入ります。自身のレコードを1秒破るという計算。残り15秒。22周目、もう1周あります。もう1周あります。小泉選手ね、途中乗り上げましたが、それでも23周回ってきます。コースレコードを1周は出してます。小泉選手。残りがここで3分。さあ、村田、23周2秒1秒コースレコードです。レース終了です。マシンを配信してください。23周4秒、榎本くん22周3秒でゴール。ただ1周、小泉選手はコースレコード出しました。7秒650。650は早いな。はい、以上で予選終了。ここから決勝の組み合わせ作ります。あ、電話か。あれ？あ、とりあえず走って大丈夫です。はい、もしもし。はい。はい、はい。はい、はい。ああ、はい、はい。今日もお送りしたんですけど、こちらからお送りしたメール届いてないみたいなんですよね。昨日も今日もお送りしたんですけど、結局ね、最近郵便で1週間ぐらいかかっちゃうことあるんですよ。なので、水曜日に確か出してるので、今度の水曜日までには届くと思います。はいはい。そうですね。あと、週末に最近配達をしないので、郵便ですから。それで、週末に配達かかっちゃうと、っていうのはあると思います。はい。はい。はい、申し訳ないです。昨日は、私の、個人宛てのアドレスからも送ったんで、今日の届いてるところなんで、来てないですか？はい、はい、はい。それで弾かれてるかなと思ったので、今日は私の個人のメールです。はい、はい。はい。はい。商品自体は間違いなく発送したので、はい、はい。はい。すいません、すいません。はい。はい、申し訳ないです。すいません。はい、失礼します。そして、これで決勝が。30分から B 面始めます。30分、B 面は3分間一発勝負です。中沼、佐藤、山田、リコ、大橋、これでいきます。1名勝ち上がります。
お父さんも今始めないとすぐ抜かれちゃいます。いや、僕やったことない。子供はすぐ上手くなっちゃう。やばいっすね。集中力とか、目の見え方が多分違うんです。でも、うん、そうですね。うん、まあ、何年もやってるからね。ここはでも、相当レベルが高いから、日本一。そうですね。まあ、ある意味相手に信頼してるっていうか、実力は分かるかな。いや、人それぞれですね。子供の頃からやってたと思うし、まだ1年ぐらいだと思うんですけど、リーズ出てるような人にいろいろ車を見てもらったりすると、よく車が走るようになるんですよ。買ってきたままだといろいろ動きが悪いとか、そういうのを見てもらうと、
さあこの後3時半から B メイン決勝レース3分間行います。優勝した選手はその後の A メイン決勝に進めます。30分スタートです。さあ総合順位5、6、7、8、9位の選手による決勝です。フラッグティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは中沼なろう、あの里なろう、ワイなろう、リコなろう、大橋、住職なろう。さあ中沼選手、佐藤選手、山田、リコ、大橋選手5名による B メイン3分間決勝です。はい、中沼さん OK です。はい、佐藤 OK、 山田 OK。 はい、全車ポンダ OK です。フラクティス終了です。これからスタートラインに、予選の順位5、6、7、8、9位による、B メイン決勝レース行っていきます。3分間です。前から中沼、佐藤、山田、リコ、大橋の順。中沼、佐藤、山田、リコ、大橋です。ナロークラスは3分間予選一発勝負。3分後トップで帰った選手はこの後行う、上位5名による A メイン決勝レース進みます。それではスタートします。3分間です。レースを開始します。中沼選手はこの位置守ってしまえばトップ通過です。ただ佐藤が来る。うわー、1周目は佐藤が一番早かったがミス。順位は変わってないですね。佐藤が2番手で入っている。さあ中沼ファーストテスト8秒33。佐藤、山田、リコ、大橋と続いています。順位の変動ないかな。おっと、山田選手が転倒。3番手走っていたがこれで最後尾まで落ちていったかな。30秒経過。さあリコ選手は3番手です。4番手大橋、5番手山田と順位変わっています。中沼選手が6周目に入ってきました。ファーストテストもこの選手8秒0まで来ている。2番手が茶色の佐藤選手、 1.8 秒差で中沼を追っています。佐藤ベスト8秒17。リコ選手が3番手。おっとミスったか。それをこう山田が大橋が追っていくか。おっと佐藤が前に出てるじゃないか。さあ茶色佐藤がトップに変わっています。2番手スタートの佐藤、1分経過したところでトップ立っている。ただ中沼後ろまだいます。ありがとうありがとう。山田ベスト8秒39、現在3番手です。4番手リコ、5番手が大橋選手。
さあ、茶色対白です。茶色対白。おお、佐藤、8秒09。さあ、中沼選手が来ます。トップ争い、茶色対白、0秒26前の周。中沼選手が見せたのか、これで茶色が間開けました。1.4 秒。3番手山田、リコ、大橋を続いています。1分50秒経過。茶色がトップです。茶色がトップ。来たら譲ってあげてください。はい、ありがとう。中沼が再び来る。0秒72。さあ、トップの2台は22周予想です。現在16周目。さあ、ここでベストは大橋。9秒69ベスト。5番手。残り40秒。さあ、中沼選手にチャンスはあるのか。バックマーカーがそろそろ出てきます。茶色がトップです。茶色がトップ。ありがとう、ありがとう。下で譲ってあげてください。ありがとう。さあ、中沼が来ます。現在19周目。残り3周。ああ、中沼ちょっと膨らんだ。20周目。残り2周です。残り10秒だ。21周目、もう1周あります、トップ2台。さあ、中沼の最後の力を振り絞ってきます、きます。ファイナルに入ってきました。ここで3分。佐藤、逃げ切れるか。ニコナローゴール。あの先にナローゴール。中沼ナローゴール。大橋ゴール。これでゴールですね。はい、佐藤君トップゴールです。22周7秒。100分の4秒差。マシンを回収してください。3番手が山田選手、リコ、大橋と続きました。はい、それではトップ通過の佐藤君は A メインの準備お願いします。ちょっと待ってね、なんかソフトが止まっちゃった。そうか、じゃんけんか、じゃんけんか。はい、なんだっけ、誰、村田選手か。はい、で、いきます。はい、7。ああ、はい、6番お願いします。お願いします。A メイン決勝は立ち位置がくじ引きになります。4番で、佐藤くんが最後引く。3番はい、はい、立ち位置決定です。はい、それではコースオープンしておきます。フラグテススタート。フラグテス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田さん、小泉に、はい、榎本、諸、あの佐藤なろう。榎本 OK、 村田 OK。 はい、全車ポンダー OK です。それでは並べます。よいしょ。前から村田選手、はい、村田選手、小泉選手、榎本くん、諸橋、佐藤です。さあ、6分間も村田選手がコースレコードを持っています。45周1秒。はい、はい、リコ選手ありがとう。村田、小泉、榎本、諸橋、佐藤の順。それではスタートします。レースを開始します。
綺麗なスタート。最終目一番速かったのはトップスタートの村田選手、8秒06。さあ村田がファーストテストに逃げています、7秒93。ただ小泉選手も大きく遅れたようない。さあ村田7秒92、なんと3番手榎本がファーストテスト7秒90。さあトップ3が1.3秒の中に入っています。40秒経過。さあ A 面決勝6分間です。村田7秒91、小泉は0秒5、榎本0秒9です。4番手諸橋、5番手佐藤選手、順位は一回も変わっていない。一番近いのはトップ争いです。村田対小泉、小泉ファーストテスト7秒86、差を詰めてきます。トップ争い、村田もベストで逃げるが差が詰まってくる。10周目に入ります。小泉ファーストテスト7秒75。さあ接触がありましたね。おお、榎本だった。いや、ごったんですね、仕掛けたか。なんて男だ。さあ村田、小泉、榎本、3台トップ3が0秒5の中に入っている。4番手諸橋、5番手佐藤です。1分30秒経過。おっと村田ミスター、小泉選手。さあこれ小泉選手はトップに変わりました。13周目です。さあ榎本は3番手、諸橋が榎本まで0秒6です。5番手佐藤2秒7。さあ小泉選手前が開けました。この選手はこのヒートファーストですと思っています。差が開いていくのか。村田、榎本もこれ2台についていきたい。 1.7 秒、諸橋0秒8、2秒2で佐藤が5番手です。おっと小泉選手が見たのか。再び村田選手が前に出る。小泉選手は、被害を最小限に落とす、抑えましたね。2番手で戻った。すぐ後ろに榎本0秒3、諸橋0秒9。さあ2、3、4が近いですね。さあ榎本がいいですね、この時間帯。小泉選手に迫る。あ、5番手佐藤が先頭している。大丈夫大丈夫。さあ折り返し時間になります。3分経過したところ、ちょうど半分です。さあ村田選手はかなり気が楽になりました。2番手に 1.5 秒ぐらい差をつけてますね。榎本が0秒7、諸橋が 1.5 秒、佐藤選手は1周の差。さあ結局スタートから順位1回も変わってないですね。村田、小泉、榎本、諸橋、佐藤の順です。3分30秒。さあトップこの日1周8秒10、小泉が7秒8で回ってますね。再びトップ争い近づいてくるかもしれない。3分40秒経過。いや小泉選手早いですね、7秒台を連発してます。前の週1秒だったトップ争い、今週も 1.0 秒。さあもうワンチャンスありそうな勢いです。小泉選手残り時間2分、榎本は3番手2秒8、諸橋 1.2 秒です。さあ4分20秒になるところ。さあ村田、小泉、ずっと1秒ぐらいの差です。トップ2台は45周予想なんで、残りが11周かな、11。さあ小泉選手は再び差を詰めてきている。1秒切ってます、前の周。榎本もトップ2台とは同中間。4分50秒経過、残り70秒。
37周目から38周目入ってきました。残り7周、トップの2台。さあ、小泉が来ます。0秒70、モラーさん、ワンツー来てます。4番手のモラー選手も横、はい、ありがとう。続けて2番手来ます。さあ0秒6です。トップ争い41周目から42に入る。残り3周。榎本単独3番手、4番手諸橋、5番手佐藤。残り20秒、43、今43周目、44周目に入った。トップ2台、もう1周あります。残り10秒。さあ村田選手、小泉ファイナル入ってきました。ここで6分、モロゴール、モロ橋4番手でゴール。あの佐藤奈良ゴール、榎本ゴール、三中さんゴール。村田選手終了です。マシンを回収してください。村田選手が優勝。2番手小泉選手、3番手榎本くん、ここまで表彰台。4番手モロ橋、5番手が佐藤くんでした。そう、ごっちゃんでレースで引っ掛けたけど。全日本選手権並みのマーシャルの動きだった。それではじゃんけんしますよ。じゃんけん、ここで全員やります。みんないいよ。じゃんけん、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽ、グーの人、
はい、2レース目は4時5分目標で組んでいきます。